こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は為替リスクをメリットにしてですね、円高でも円安でも輸出ビジネスで効率よく稼ぐ方法ということで、円高が進んだら、輸出で儲けにくいという場合のですね、デメリットを回避する方法をお知らせします。これは全員やってくださいってことじゃなくて、もうある程度本業でですね、利益をこんだけまずいと。で、今、円高が一番のリスクであるという方はですね、この方法を取っていただくと、円高のリスクをかなりの部分減らすことができます。まず、もうあらかじめ売上相当分のね、アメリカドルを持ってないのに先に売ってしまうという形を取ります。で、実際の操作方法とかはですね、また、その FX の口座でいじるとき、わかんなかったらご質問してください。で、実際にまあどういうふうになるか、それをですね、ちょっと例を挙げて説明します。まあ、FX を何も使わないね、売り上げをただその時点で円に変えた場合には、例えば、まあ、1万ドル売り上げて、1万ドルあたりの、ね、仕入れの経費が日本円で80円だとすると、まず1ドル110円なら30万儲かると。ところが円高が進んで100万円になると、利益は20万に減ってしまう。まあ、反対に120円になれば、利益は40万に増えると。これが FX を使わない通常の場合です。FX を使うとですね、110円の売上だったら、まあ、110円そのまま FX の、利益もなしと、ね。1万ドル110円で売って110万円で買い戻すわけですから、FX の利益も損もなし。で、普通に、輸出の利益が30万出るという形です。これが100円になった場合ですね、利益は、為替の影響で20万円に減ってしまいます。ところが、FX でですね、110円で売った、アメリカドルを100円で買い戻しますから、ここで10万円儲かります。だから利益は30万円変わらないと。ね、円高進んだのに利益は変わらないという形になります。で、逆に円安120円だったらどうなるか。これはですね、FX 使わなかったら利益は40万取れました。ところが、FX で110円で売ったアメリカドルを120円で買い戻します。ここで利益は10万円、マイナスが出ます。損が10万円出ます。そうするとね、FX 使わなかったら40万儲かったところ、FX やっちゃったんで、利益は30万に減っちゃうと。ところは、まあね、110円のままなんで、いくらになっても30万と、小さな動きだったら、このまま、この形になります。まあ、後で出てくるね、スワップ金利とか、若干のね、手数料はかかりますけど、まあ、あんまり気になるような数字じゃないんで、まあ、ほぼこの利益を確定させられるというのがね、メリットです。で、じゃあ、もっと実践的にどうなるか、ね、どういうふうに使うかって形なんですけど、例えば、極端に1ドル80円になっちゃったと言った場合はですね、もう売り上げ上げても利益出ないわけです。だから別に無理やり、儲かんないものを売る必要がないと。まあ売れば当然ね、たくさん売れば返品もトラブルもありますんで、まあ売らない方がいいと。まあそうするとね、利益は本来はなくなってしまうんですけど、ただ FX がね、ありますんで、110円で売ったアメリカドルを80円で買い戻すと言った場合に、利益が30万出ます。ね、儲かない商品が見つからなくても、FX で利益が出ます。だから、売上ゼロなのに利益30万。為替のね、差益だけは出るという形になります。で、今度は1ドル100円になった場合ですね。これは、まあ、利益20万円に減ってしまいます。ただ、110円で売ったドルを100円で買い戻しますので、ここで10万円儲かります。利益30万。でね、ここで同じ売上上げて利益が減るというのが、まあ、計算上、こういう計算してますけど、実際問題としてはですね、同じ利益率取れる商品しか売らないという形で、売上減らして利益を同じにするというのがね、理想的というか、現実的に、まあ、私の指導だとそういうふうに、まあ、おそらく指導するだろうなという形ですね。で、反対に、1ドル140円になっちゃったと。ね、この場合は、FX の方はですね、110円で、売ったアメリカドルを140円で買い戻すと、ね、いう形になりますので、
かなりの損が出るはずなんですけど、ところがね、保証金をたくさん入れとかないと、こんだけ円安が進んじゃった場合には、もう強制決済されてしまいます。だから FX の予約はですね、なしになってしまうと。で、なしになるけど、まあ、その代わりね、そもそも、輸出の方で儲けやすいという形で、FX の損は、保証取引なんでね、少なく抑えられて、輸出本業で利益を増やしやすいという形で、まあ、FX を使った方が利益を確定させやすいと、ね、リスクヘッジになるというのはこういうことです。で、まあ、主に製造業の輸出業界なんかはね、この儲かんないから工場を稼働しないと、ね、従業員全員休ませちゃうってことはできないんで、実際にはね、赤字でも物を作りますけど、まあ、我々ね、まあ、従業員を使わないでやってる場合には、まあ、別に、儲かる商品がなければ無理に売ることもないと。あるいはね、極端に、円高が進んだ場合には、輸入で儲かる商品を探すという方法もあります。そんな形で、FX ね、特に怖さはないと、で、自分でリスクは分かって、ギャンブル好きじゃないんで、のめり込まないという自信のある方には、おすすめです。で、ギャンブル癖のある方には、あまりおすすめは、できないです。というのがですね、これ、売買しなくてもね、このように FX の読みが当たると、儲かりますんで、それだけで儲けた方が全然楽じゃないかという方に行きやすいです。で、儲かってる時はいいんですけど、儲かんなくなった時ですね、大変なことになります。で、まあ、FX なの、米相場なの、株式相場っていうのはね、それぞれもうものすごい財産作った方とか、ね、今だとウォーレン・バフェットですかね、あるいはソフトバンクの孫さんなんかもそれに近いですけど、まあ、投資で儲けると、まあ、すごい大金持ちになって目立ってると。ところが、その陰には、その100倍、あるいは1000倍、もしかしたら1万倍ぐらいの、損をしていく人たちが多いです。あくまで、儲かる商品を見つけて売るというね、多少めんどくさい行為をやって FX を組み合わせるから儲けやすくなるわけで、FX だけでやると、まあ、非常にね、こけやすいというか、損をしたときに楽なだけにね、レバレッジ効かせてやってるんで楽なだけに損も大きくなりやすいんで、くれぐれも、リスクヘッジという範囲でやれることをお勧めします。そんな形で、のめり込まず、売上の範囲内でね、リスクヘッジでやるんであれば、FX を使うと、円高になっても利益を確保できるということでね、今、FX のやり方をご説明してます。初めてだとね、なかなか分かりにくいんで、この例を挙げてみました。で、大原則としてですね、分かんないうちはやらない方がいいです。分からずやって、損をすると、すごいね、何の勉強にもならないし、損をしたという後味の悪さと嫌な思いだけは残りますんで、まあ、この話、あるいは質問をしてですね、しっかり理解できてから、このリスクヘッジ使ってみてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。